にちは、メイです。今日は、サイネージから飛び出して、名工大の門や前提にまつわる謎を解いていきます。後から匠も登場しますよ。それでは、門や前提の形にまつわる謎から見ていきましょう。名工大の門や前提の円弧は、天体や原子の運動を象徴するもので、それぞれ周辺の道路や建築などに、焦点と軸線を合わせて建てられています。正門左上にある2つの金属の小円は、門の円弧を太陽とした時の、地球と月の大きさを表しています。門や前提の円弧には、それぞれ名前が付けられており、その名前と関係のある数字が、各円弧に書き込まれています。こちらは、道路側が、レオナルド、ダ・ヴィンチ、校内側が、ガリレオ、ガリレイの、生きた時間を象徴しています。こちらは、アイザック・ニュートンの、生きた時間を象徴しています。こちらは、ルネ・デカルトの、生きた時間を象徴しています。実際に、見つけてみてくださいね。名工大の門や前提にまつわる謎のお話し、いかがでしたか？正門サイネージでも案内していますので、話しかけてくださいね。それでは。